おはようございます。サクです。タクボクちゃんのとこに来てみました。今日はですね、ちょっとうねりというか波が高い状況ですね。函館間はくっきり出てます。朝方降った雪がですね、名残惜しそうにしているのが印象的です。ぐるっと映しますと、はい、どなたもいらっしゃらない状況です。多分波はですね、今日中にはなくなるのかなと、まあ、昨日もっとうねりも入ってたし、波も高かったです。チャンスがあればという感じですね。はい、港町ふ頭でございます。鉄塔のあたりにいつもの常連様方が入庁されてますね。で、右端、左端の方はいつものようにジグで補給を狙ってる方がまばらに入っております。今日は天気もいいんで、まあ、気持ちのいいことは気持ちいいんですけども、結構ちょっと肌寒いような感じですね。じゃあちょっと一回りしてみましょう。大きいカゴに2連のサビキをつけまして、待ち伏せタイプの常連の方々でございます。なかなかね、常連の方々、研究熱心な方が多くてですね、何色を使ったらいいか、どうやって、誘ったらいいかなどですね、結構研究されてるんですね。で、仲間さんたちがいるんで、まあ、一人の知恵が寄り集まって、今の好調化を生んでるのかなというふうに思ってます。右端の方、左端の方に今もう少しで到達しますね。左端の方はほとんど入庁する方がいらっしゃらないですね。ほとんどまばらでございます。ホッケー狙いか、運が良かったら桜というような感じでしょうか。ジグですね。今ザザッと見た感じですね、両端のジグの方々はですね、釣れてないですね。はい、しゃくり方がちょっと雑になりかけてる方が結構いますね。で、釣れてるのはまあ、ホッケちゃんなんですけども、まあ、肩もほどほどいい感じになってますけども、中央部の常連さんの方々しか釣れてないですね。これなんでなんだろうって考えた時に、集団で、釣りしますよね。で、横の連携がすごいできてる方々ですんで、一斉にみんなコマセ打つじゃないですか。で、たまに待ち伏せタイプなんで、たまにこう竿をゆさゆさっと揺らして、で、コマセを拡散させてっていう方法を皆さん取ってらっしゃるんですよね。で、それが1人が2人、2人が4人、4人が20人とかになりますと、非常に就業効果あると思います。そのせいかですね、中央部しか魚が出てないという状況ですね。で、今朝はちょっと今でもプラスの5度、ちょっと肌寒いような感じなんで、これからまたまた第2陣第3陣のですね、常連さんがですね、いらっしゃるんじゃないのかなというふうに思ってます。今日はまあ天気もいいですし、まあ避難できる車もすぐ隣にありますんでね、まあ今日あたりまた張り切ってホッケちゃん釣っていただきたいなというふうに切に願うタクさんでした。それじゃあ楽しい釣りを。ぼっちな釣り部屋番外編でございます。今日がですね、4月の7日でございます。もうですね、9% を2本飲んでしまいまして、
もうヘロヘロなたくさんでございます。はい。今日ですね、とある事件が発生しちゃいまして、動画でもご存知だと思うんですけど、4月7日、江差方面にですね、自重行ってきました。で、たくさん非常にミスったんですね。何をミスったか。タモしょってなかったんですよ。ブラスティックに、円筒用の、ブラをつけて、わー投げて、待ってたんですよ。で、糸ふけが、出て、合わしたら、カレちゃんがかかってたんですね。非常に喜ばしいことだったんですけど、いや、どうしようかな、と思って、タモと思って、背中に手回したら、タモないんですよ。あれなんでないのと思ったら、車に置き忘れてたんですよね。いやー、びっくりしました。巻いてるラインが、アトミックスライダーだったんで、まあ、九死に一生みたいな感じだったんですけども、この子ですね、アトミックスライダー。2号だったんですよ。非常に柔軟性、それから、強さ、見た目、非常に玄人好みの、かゆいところに手が届くっていうラインです。はい。ぜひ、一度使ってみてはいかがでしょうか。たくさんもですね、今年は、このアトミックスライダー、推しだな、というふうに思っております。それにも増してですね、タモを忘れてしまうというですね、とんでもないことをやってしまいまして、意外とですね、あっさり上がっちゃったんで、あ、ラインやっぱり強えんだなっていう認識は、思いましたね。はい。で、オレンジ色のラインなんで、結構目立つんですよ。で、どういう状況、まあ、横風吹いてたんですけど、どういう状況で流されているのか、どういう状況で、糸ふけが出ているのか、当たりが出ているのかっていうのがですね、非常に認識しやすい、ラインでございます。はい。で、もう一つ、事件があったんですけども、私上の国長考の時に、外で食べる菓子パンってすげえうめえんだな、っていうことを再確認して、今回ですね、うちから激麺持ってったんですよ、カップ麺の。で、お湯も、今日の朝、ちゃんと沸かして、ポットに入れて、で、持ってったんですよ。で、よし、お昼過ぎたって、そろそろ腹も減ってきたな、と。ね、カップ麺、激麺の蓋開けて、麺もうまいじゃないですか。麺も出して、スープ入れて、お湯入れたんですよ。よし、そろそろだ。箸と思って。箸ないっすよ。俺、私ね、バッグの中に箸入れっぱなしで、タックルボックスの中に入れるのが忘れてたんですね。で、いや、やばいな、これ麺食えねえな、と思って、まあ、汁だけでもいいや、と思って、汁吸ってたんですよ。でも、どうしても麺食べたいじゃないですか。で、なんかないかな、と思って、カバンの中見てみたら、ストリンガーあったんですよ。予備の。で、ストリンガー1個チョイスして、麺食べたんですよ。まあ、なんとか食べれたっすけどね。ねえ、ストリンガーねえ、嫌っすよね。次のチョコの時は、必ずお箸、割り箸でもいいんで入れるようにしなきゃいけないな。まあ、ストリンガーでも、ワイルドでいいんですけど、ワイルドすぎて、どうなのっていうレベルですよね。でも、竿先見ながら食べる、激麺、美味しかったっす。マルちゃん、ありがとうございますっていう感じだったっすね。はい。次は、どういうカップ麺食べるかわかんないですけど、お昼が来たら、カップ麺。できれば、おにぎりもいいよね、みたいな。そっちの方も、いいっすよね。じゃあ、楽しい釣りを。